この事件は去年6月、別府市野口原の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は道路交通法違反のひき逃げの疑いで八田與一容疑者26歳を公開手配しています。事件から今日で10ヶ月となる中、警察は別府市で検問を行い情報提供を呼びかけました。またゴールデンウィーク初日でにぎわう大分空港や観光地など県内およそ30カ所でもチラシを配布したということです。